皆さんどうも、マキユです。今回はね、テンスラコラボで追加された新キャラ15体を早速ね、完全評価していこうかなと。まあリムルとかはね、ちょっとスキルの解放とかまだできてないから、本当の完成評価にはなんないと思うんだけど、まあある程度さ、今ね、ガシャ回すの迷ってる人とか、イベント攻略ね、やるか迷ってる人の参考になればね、いいかなと。で、今回ね、いつもさ、7体とか8体なんだけど、15体も、まあ低ランク回せて15体なんだけど、キャラすごいから、どんどん行こうかと思うんだけど、まずは、今日の主役のウルターデッドリムルだね。このキャラは技が新技で、弾を消してダメージアップ。で、スキルが、この特殊のね、新スキル結構えぐくて、自分の分野を繋ぐと周りの妖怪っぷりがたまに大きくなる。まあこれちょっとね、スキル値で使っても結構ね、でかくなるって感じだったから、まあ、ちょっとでも邪魔になるね、場面もあるから、まあ、どうなんだろう、まあ、強い場面もあると思うから、まあ、どうなんだろう、このスキルフィーバーナイトとかでは、技ね、貯めるサポートできるから、まあ、全然強いと思う。で、スキル2がおはじきの、500% か、またかよって感じなんだけど、あと、そう、ボーナス玉をね、降らせる、確かスキルも 21% っていうスキルなんだけど、まあこれはどっちにしようが強い。うん。ボーナス弾を選べばリブルの火力をね、上げやすくなるし、おはじきを選べば当然おはじきで有利になるから、まあどっちでも強いから、このキャラはね、当然持ってない人はスキルに含めてね、入手できるのは絶対ゲットしてほしいキャラになるんじゃないかと。まあガシだからね、運にはなっちゃうけど。で、今回の、次、強敵キャラのウルターデッドミリムだね。このキャラも、まあ、全部はね、評価しきれないかもしれないんだけど、前下身体攻撃使うたびにダメージアップ、不動魔タイプの、しかもスキルが即打ちだから、まあ、結構言われてるのが、不動魔と並ぶぐらい強いよっていうね。まあ、それは言われてるんだけど、まあ、結構事実だと思う。マジで、不動魔いない人は絶対取ってほしいキャラで、高速周回でこのキャラね、今後かなり使えると思う。うん。まあ、不動魔はもし超えないにしろ、演出速度はね、かなり速いと思うから、まあ、今後さ、不動魔とのね、どっちが速いかっていうのもね、検証とかできたら出そうと思うんだけど、ミリムね、高速周回で使えるし、武道会とかでもね、かなり火力出して、ウルターだったしね、強いと思うから、持ってない人はね、持ってない人っていうか、高速周回だけどあんまりなかったり、武道会とかね、そういうの頑張りたいよって人は、取っておく価値ね、かなりあるんじゃないかと。だから、今回のウルターデッド両方をね、めっちゃ当たりっすわ。めっちゃ当たりっていうか、まあ、ガシャではないけど、ミリムは。めっちゃゲットしてほしいキャラになるかな。で、次がおはじき報酬のシナラね。このキャラね、実装前はね、もっと強いと思ってたんだけど、正直実装後の性能を見ちゃうと、まあ普通だったわ。普通っていうか、超微妙ぐらい。まあ、技としては攻撃力アップのさらにデカプニを作る優秀なんだけど、スキル1個目がね、デカプニをフラスで、2個目が自分のデカプニを消すと自分がいるわけで溜まる。まあちょっとスキルのね、このデカプニで降ってくるが、まあそのスキル2がね、即打ちだったらジンみたいなさ、高速周回で使えるいいキャラになったんだけど、ちょっとなんかね、スキル2はスコア当たり強くて、スキル1はスコア当たり邪魔になるっていう、なんか、その中途半端な感じになっちゃってるから、それを考えるとちょっとね、なんだろう、どっちかに振ってほしかった。スコア当たりキャラか周回キャラ。どっちにもね、なんか微妙になっちゃったせいで、なんかね、あんまりなキャラになっちゃったから、まあイベント終わったらね、あんまり使わないキャラと思う。まあでも本当にトレゼのバフが全然いないよって人は全然ね、スキル上げなくても使えるキャラだから、まあ、それで使うことはできるから、そうだね、バフが少ない人は入手ありかなと思うわ。で、次がシズさんだね。このキャラね、思った以上に強くて、まず技がデカプニオス作成の周囲消して一体攻撃。で、スキルが溜まった状態だったり、デカプニオス消すとそのデカプニが降ってくるだから、まあ、主にまずゲートとかの高速周回とか、まあ、特殊な使い方ね、マリン船長みたいにできるんで、てか、溜まった状態のデカプニオス作成ね、前オービーで出たところにバンバン引き合い出してきたわ。でも全然まだね、4体目とかかな、合計ね。だから、この組み合わせね、持ってない人は絶対ゲットしてほしいし、持ってる人でもね、プリチーではね、はずだと思うんで、やっぱゲットしてほしいかと。で、スキルのデカプニスキルによって、まあ、一応ね、スコアタイムも使うと思えばできる。うん。まあ、鹿とかかな、タッパーとね、将棋の。あれと組み合わせともかなり強いと思うから、デカプニの作戦によって、ね。だから、まあ、スコアタイムもね、遊ぶことはできるから。まあ、このキャラ、シンプルに強いし、イベントとしても強いからね、入手する価値めっちゃあるんじゃないかと。で、次が、ベルドラだね。このキャラが、トリゼで、技がね、前下身体攻撃のシャッコンボジュー大ダメージ。だから、結構前に出た鬼食いと同じ性能なんだよね。まあ、この技はね、どうなんだろう。自分鬼食い育ててないから、あんまり評価しにくいんだけど、なんか使ってる人鬼食いとかね、見た感じ、やっぱシャッコンボやると、めっちゃ火力10万とかバンバン出るから、トリゼだとはいえ、結構舐めれない火力出るから、まあ、かなり技は強いと思う。で、スキルがフィーバーになったら技ゲージ溜まる。だったり、ダメージを受けるときに、技ゲージアップ。まあ、スキルは正直ね、どっちも、なんだろう、最強格のスキルではなくて、まあ、なんともいないスキルになっちゃうから、まあ、どうだろう、技に全振りしたキャラってなるから、まあ、そうだね、キャラがあんまり集まってないよっていう人、まあ、特にニューロンのね、強いキャラ、火力出せるキャラ欲しいよって人はね、入手した方がいいけど、まあ、ある程度キャラ育ってるよって人は、育
そんな無理してまでね、イベント以外のこと考えたら取らないでいいと思うわ。で、次がダブゼロね。こっからはね、正直、まあ、トレゼン賞がね、大事だと思うから、こっからそこまで長く解説ね、あんまりしないかもしれないけど、ダブゼロミリムだね。このキャラ、注目して1体攻撃の、ボーナス玉を作る。で、スキルが、ワズゲージ残るだったり、デカプニを消すと、そのデカプニが降ってくる。まあ、そうだね。このキャラは、まあ、自分ちょっと持ってないんだけど、性能としては正直微妙だわ。うん。まあ、ちょっと評価になっちゃうとそうなっちゃうんだけど、まあ、イベントが、イベント期間中だと一応ね、おはじき特攻中持ってるんで、まあ、これもね、使えてないから、まあ、そこまでは言えないんだけど、まあ、ある程度はそこでは強いと思う。うん、だから、まあ、このミリムってキャラはイベントでね、欲しいよって人とか、特攻としてね、あとまあ、ミリムが好きだよって人はね、取る価値あるかな、ダブゼも。で、次が、唯一ダブゼで登場してるベニマルだね。唯一というか、その、トルゼバージョンとかがないキャラでベニマルで、技が前撃失態攻撃&ワズゲージの増加。で、スキルがフィーバーになったらワズゲージが溜まるだったり、重心の妖怪プニがデカプニ降ってくる。まあ、このキャラは、まあ、強いて言うならダブゼ縛りとかのところでデカプニ降ってくるから、スキルの後したらパッと技溜めて、ワズゲージ溜めてくれるからみんなでサポートができるって感じかな。だけどまあ、そんな無理して取るキャラじゃないわ。まあ、一応ダブゼ以下で少しね、強い性能かもって感じかな。強いというか優秀な性能って感じかな。で、次が宗英だね。このキャラが前撃失態攻撃&最初の妖怪プニを整理。で、スキルが自分のデカプニを消すと自分以外の妖怪のワズゲージが溜まる。で、フィーバーゲージが溜まりやすい。だからこのキャラはスキルにはね、このフィーバー加速が優秀だから、まあ、ダブゼの薄ら影枠で、まあ、ヌラリヒョンとかニャンボいるんだけど、フィーバー入りやすい枠としてはね、一応使えるけど、まあ、無理して取る性能ではないんじゃないかなと。うん、まあ、強いてるのはアルルとも一応相方なれるわ。うん、まあ、誰でも大体なれるけど、整理あればね。まあ、そんな感じかなと。で、こっからがラスト Z ランクゾーンだね。ラストではないか、Z 以下もあるから。まあ、Z で、シオンで、これがスターターパックだね。縦一斉に妖怪プニを消して一体攻撃&サボり。で、自分以外に妖怪の預け所を使うと自分の預け所溜まると。まあ、これは取る必要ないわ。うん。だからシオンが好きだよって人はね、スターターパック買ってもいいんじゃないかなって感じだね。性能としては正直微妙だわ。で、次が、久々に Z ランクの昔から来て、技が攻撃力をアップする。ほんとシンプル。で、自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなるだから、まあ、地味にね、即打ちバフみたいな役にはなってる。まあ、Z ランクのサイズアップは、まあ、そこまで強いとは自分は思ってないけど、まあ、一応ね、うん、早めにバフ打てるキャラだわ。まあ、でもこれも無理して取る性能ではないかな。特にジンとかいる人はね。で、こっからがね、珍しくランク SS 以下。今回運営さん力入ってるからいて、リムルだったり、ベニマルだったり、ソウエイだったり、シオン。まあ、これは正直どれもね、解説するまでもないから、うん、まあ、キャラが好きな人はね、取ったらいいよってぐらいだよね。うん、だから、まあ、ここはちょっと、うん、まあ、割愛というかね、あんまり解説せんでいいんじゃないかと。じゃ最後ね、まとめもう一回やっておくと、今までね、取るべきキャラとしては、リムル、ミリムのまずウルターゼット2体、で、他に言うとしたら静かな。うん、これがかなりね、トルゼンの中だったら3体中1体強いキャラになるんじゃないかと。まあ、特に取ったしなリムルだね。で、次にミリム。で、その次にシズって感じになると思うかな。いやまあ、テンスラコラボね、どうだろう、キャラ性能としてはなんか、最強すぎず、まあ弱すぎずみたいな、まあある程度の強さをね、保ってるコラボだから、まあ、ちょうどバランス取っててね、メフミンとかにはなってなくてね、いいんじゃないかと思うわ。まあ、みんなもさ、このキャラ欲しいよとか、リムルとかゲットできましたとかね、コメント欄で教えてくればいいかと思います。はい、というね、今回は大事になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。